コンピーです。来てくれてありがとうございます。声がガサガサ。寝起きで体が動かない時間に配信は嬉しい。よかったよ。これカーズかな、書いてるの。そう、カーズさん書いてます。もう声ガサガサだね。ちょっと待ってね、声確認させてもらいます。オッケー、大丈夫だね。今日はね、なんか朝暇だしやろうかなってことでやってますね。で、地声、朝はいつもこういう風になってます。だけど、イケボチックになってていいよ。そう言ってくれると助かります。ありがとう、ゆまち。朝になるといつもこのガサガサの声になるから、もしなんかの低い歌を歌うときはこの時間に歌うんだよね。ちょうどみんな静かだし、外と家の中がね。だからやろうと思ったんだけど、歌うのがなかったからイラストでいいやってなって配信してます。以上。まあまだ親たちがあんま来てないからお声は出せんけど、まあ喋りながら絵描いていこうかなって。よいしょ。でね、一応カーズさん、まあ、みんなから聞くとカーズさんのキャラが、まあ、可愛いキャラって言ってるから、ちょっとまあそこら辺をね、まあちょっと考えつつやってるところであるんだけど、うん、よいしょ。どう書こうかな。いや、マジでのどが。これでもあれだからね、地声の声がただガサガサになっただけの声だから、そうそう、虫変わってないんだろうね。よいしょ。なんか風邪ひいた人みたいになっとる。よいしょ。知らなくてもカーズって分かったから、純ちゃんうまいよ。マジで嬉しい、ありがとう。朝から褒められるのは普通に嬉しいわ。テンション上がる。あの、テンション上がってる。本当に声が普通に死んでるだけで。やっとね。よいしょ。ハードライトのやつにして、でね、まあ何か話しつつやろうかなと思ってんだけど、まあ、まだ朝ごはん食べてないから、今起きて動いて涙落ちたからね。朝ごはん食べたっけって質問はおかしいから、しなくほうがいいか。いや、ワンちゃん執事がいいかなって。あ、出た。ちなみに目のここはちょっと可愛らしくね、行きたいね。こんな感じかな。いや、なんかさ、ここさっき目の塗り方が全然うまくできないんだよ。髪縛らせてもらっていい？ごめんね。よいしょ。どうしようかな。どの色が、青にしてみるか。水色近いものでまとめた方がワンちゃん綺麗にできる。どうしようかな。カーズさんの目の色をなぜ水色かにするっていうと、カーズさん自身は白って言ってんだけど、目の中をね白くすると、まあ、なかなかこれが綺麗に見せるのが難しいから、調べたら、まあ、白と目の色、まあ、キャラクターとかで見ると中が水色の方が多かったんよ。だからじゃあ目の中水色にしようって水色にしてんだけど、これさ、ほんと、聞こえてるこれ。聞きにくかったら悪いんだけどさ。こんな感じでね、書いてるんだ。まあ結構ね、グレー形式のものとか、
あれだってなんかあんまし使わない方がいいよっていう色が多々あって、もちろん使うときは使う必要があるんだけど、使っちゃいけない部分に使うともうダメらしいんだよね。いやそれはね、まあちょっまあ知ってたら知ってたっていうか、まあ、分かってたんだけど、ごめん本当に日本語が苦手でしょ。なかなか私が使いたい色に入っちゃうから、まあ、やりにくいっちゃやりにくいんだよね。使っちゃはダメってわけじゃないけど、使うとちょっと雰囲気が変になっちゃうよねっていうのが何個かあるんよ。私はその色をすごく使うからやばいなっていうね話。こうやってやって光を作ってる。こうすると下の色と混じってなんかさ、ちょっとした反射色みたいになるんよ。これで色を薄めると、でもともとこのカズさんの目もうみんなの、まあみんなっていうか、まあ、まだ3人しかまだ描けてない、2人しか描けてないんだけど、目の中は一応大きくしてるから、まあ、ハイライトちょっと目立たさないと遠くから見た時にまあなんか死んだ目みたいになっちゃうよね。これ私の描き方の問題だと思うんだけど、これをちょっと直さないといけないんだよね。すっごい声がサバサバ喋ってるけど、そうね、そうなのよ。こうやってやるでしょ。これでなぜ上に置くかっていうと、この描き方で薄めるとちょっとなんかぽく見える。これでさ、ちょっとまあ上ら辺だけ見ると可愛くは見えるでしょう。ここから中の方もねハイライトを作っていくんだけど、これはねどうしようかな。今まで通りの描き方だとちょっといつも通りすぎて違和感なんか普通すぎるから、ちょっと描き方を変えつつやっていこうかなと思ったんだけどね。この声ごめんね、くんなんかあのロボット声みたいなのとってでしょ。あれ間違えた、消しちゃった。そうこれだよね、白か肌色にちょっと見えた、びっくりした今。こうやってハイライトの置く位置を考えようとか、じゃ下の方ちょっと寂しいな、下どうにかしたいな、ここら辺寂しいなってなった時は基本こういうところに置く。そうするとちょっと軽くなる、まあ、本当はこういう両側に置くんだったら外側に置くようにした方が可愛さはもっと上がるんだけど、必要なことがもう一個あって、これはこっちだね。でこの色を取ってちょっとそれを暗くさせて細いペンでスッスッスッって描く。これをやることによって影がなんか目ってさ建物を映すじゃん、まあ外にいればだけど、あとはまあ画面をこう例えばゲーム画面を見ればよく見たらゲーム画面がこう目の中に映ったりするじゃない。それをまあ表現させるわけじゃないけど、まあなんか映ってるっぽく見せるやり方、これ私は必ずやってるんだけど、マジでこれやるだけでちょっと雰囲気変わるよね。ちょっとなしにするね、全然違うほら。全然変わるよね。そうそうなんだよマッチ。こんな感じで衣装が変わる。これだけも全然可愛いし、なんかそのこっちを見つめてる感じはするよね。こっちを見てる風にしたいからさ。お腹減った、おはよう。お腹減った、おはようございます。お腹減ったならなんか食べてください。冷蔵庫にあるならないなら買い物しなきゃいけないけど、この時間って超寒いんだよね。私さ、コバちゃんにもらった足に敷くやつをねちょっともらってね、それをね
敷いてる、敷いてるってかもうかけてる、上にかけてんだけど、マジであったかね。よいしょ。今はイラストの話をしています、今来た方コメントよかったらしててください。はい、プチプリンしかない。プチプリンか、プチンとして食べたくなるよね。プチプリン食べたくなってきちゃったけどダメだ、ここ最近食いすぎててほんと太る。やばい、気をつけないとな。ちょっとあの女の子日が終わるまでちょっと食べないようにしよう。順調だ。各アプリ、アプリ買ってる、各アプリ買ってる。そう、あのこのソフト買ったやつだよ。そうそうそう、俺は買ったやつですよ。ちなみにね、この服ってさ、あの真っ白く見えるじゃない。ただね、これね、服のところに移動するんだけど、ちょっと水色がかかってんのよ、これ。オンオフの差わかるかな、これで。水色なし。水色あり。これやるだけでちょっとふんわり、こうできて、可愛く見せれるやり方です。これは随分結構好きで。まあ、あとは、周りの背景描くときに、ちょっと周りの色をね、入れると、例えばだけど、まあ、周りが、じゃあ、草原にいますって言ったら、緑を少し、肩ら辺とか頭辺に少しだけ添うだけで、あ、ここに、今、この人は外にいるんだ、とか、こういう表現させることができるから、素人の私でも、これで何でもいいわけできちゃうっていうね。なので、こういうのはすごく助かってますよ、これ。おぉ。しそう。あ、ごめんなさいね、声が、うん、これ風邪ひいてるわけじゃなくて、朝こんな感じの声になっちゃうんですよ。あのなんか全然さ、あの治るまでに多分もうちょっと時間かかると思うんだけど、じゅんちゃんどんどん、どんどん上手くなっていくから、すごいよ、ありがとう、本当にありがたい褒め言葉は。でね、水色に近い色をね使うのもいいんだけども、ちょっと暗めのものとかここら辺にポンポンって置いてみて、ちょっとこれ並べるとさ、ダサさが出ちゃうから、あんまし並べるのはおすすめしないんだけど、デイちゃんにも、にもっといい編集アプリ買ってもらったら、かなり変わると思うよ。ああ、なるほどね。うん。朝、俺、ジジの声、嫌から、その気持ちよくわかる。わかる、嬉しいわ。お絵かきアプリか。そう、お絵かきアプリね。これは、確か、あの、5000円と何万ってやつがあって、それを何万の方書かせて、買ったんだけど、あ、来たの、石田さん、コンピス仕事休憩時、これか、ありがとうございます。お仕事頑張ってください。あの、よいしょ。これで、例えばここに紫を置くってなったら、こうやって置くじゃない。でさ、どっから見て、可愛いってないと、なんかまあやっぱ寂しいんで、目立つものにしたいんだけど、目立ちすぎは、あの、すごくないんで、ちょっと周りとか、形式でいこうかな。こうやって。これもね、好きなとこにジャンジャンつけていい。これはね、もう輝かせるために、あの、あるので、これを、こう、置いて、同じ位置になるべく置いてもらって、で、これ、あるなしだと、こんな感じだね。ここら辺、そんな印象変わんない感じはするけど、ほんと、こういうのあったがすごくいいからで、ね、これに、この上のやつにね、あともない。これをね、周りを、塗るっていうのかな、これをやるとね、すごく可愛らしくできるので、これはこうやって周りを塗って、同じ風に塗らないと変になっちゃうから塗って、で、例えば、じゃあ、黄色にしますっつって、黄色。薄黄色か、正確的には。そして、で、ちょっと塗りすぎたなって思ったら、ちっちゃい消しゴムに、こうやって、これちっちゃい消しゴムにして、ちょっと消して。
これでまたちょっと可愛さがアップしたんじゃないかなと思うんだよね。いい感じじゃん、可愛い、めっちゃ可愛い、いいね。で、もうぶっちゃけここら辺目を塗るところとかって好きにね、もう好きな色をじゃんじゃん入れていいと個人的には思ってるから、もうすごく好きな色を、自分の好きな色をじゃんじゃん入れて塗っていくって感じかな。あとは、まあやっぱ青景色を入れてあげた方がこの目には相性がいいのかな。瞳か、目っていうよりは。こんな感じかな。ほら、可愛くなった。めっちゃ可愛いじゃん。で、まだちょっと物足りないなってやっぱ思って、ちょっとまあ、これ上にあるから、こうして、私は毎回ね、ハイライト、まあ言えない瞳の光とか、そういうのは上に置く。これをやることによってさ、まあ、可愛さがまた本当あるのよ。可愛い。なんか下が寂しいよね。っていうことで下が寂しくなっちゃったので、ここでよいしょよいしょ、なんでね、こんな感じかな。なんか物足りない変わずって感じだほんま、それならええんやけどね。しょ、こんな感じでこれも上から塗って塗ってあげた方がまあいいよねって感じで上から塗るんだけど、これ一色の方がね目が痛くならないんで、これだけは一色で。強く印象ついちゃうから、可愛く見せるにはやっぱちょっと薄く塗ると、ほら、まあ、ほら可愛くない、ほら全然違う。このね、私この目の色を塗るときがいっちゃん好きで、キラキラにさせたければもっとごっちゃごちゃにつければ、ごちゃごちゃつけるって言ったときそれだと目痛くなっちゃうんだけど、考えてつけるとめちゃくちゃ可愛くなるから、これが大好きです。ちょっと乾燥治ってきたな。15位そろそろ戻ってくんじゃないか。以上、こんな感じで目は完成。めっちゃくちゃ可愛い。ガーゼツンデレだから照れさせれば、これね照れさせるポーズじゃないからね。これやっちゃうと女の子みたいになりすぎちゃうから、よいしょ、あれだな、難しいですね。っていうのも、ね、一応男の子っぽい女の子を描きたいよね。で、でも可愛いって言われてて女の子みたいってのを聞いてないから、そう、そこをね、なんか私の中では変に守りたい守りたいっておかしいけど、あってね。で、目の色をねどうにかしなきゃ、下の目の色をねどうにかしなきゃいけないんだけど、ちょっと待って、アクリルが出ちゃった。はぁ、よい、ふぅ、うん、習うのだと思うんだけど、
はい、まあ、書き方出してる人も YouTube で書き方出してる人もいるし、本もあるし、あとは画像とかでこういう風なキャラクターをこう書くんだって資料を集めて書くことが基本多いよね。なんか声がまたガサついてきたやばい声がまたガサついてきました。どうも、はじめまして。こんな声出したことありません。朝しか出ない声です。どうも、はじめまして。よいしょ。いやー、でもうどん食べた時の方がなんか酒焼けのババみたいな声だったから、まだこっちの方がマシだな酒焼かのババって言うんだけどいいね。口が悪いわね。基本イラスト描くときは資料を集めて描くとうまく描けます。だから資料で例えばだけど服とか、うん、例えば私が今着てる服ってパーカーに近いんだけど、じゃあパーカーって腕曲げたときシュワシュワ、服のシュワね、どこがシュワできるんだろうとか、 T シャツって曲げたときシュワはどこができるんだろう、どこがシュワできないんだろうとか、こう分からせたために見た奥があるな、それを着て写真撮ったりいろいろやったりはするけど、絵といえば未だに思い出すのが思い出が絵に何か思い出があるのかな。よいしょ。よいしょ。ちなみに結局イラスト描くときには資料を集めて描いた方がめちゃくちゃうまく描けます。資料集めて描くと私絶対うまく描けなくて、今回の母さんの絵も資料集めて、例えば可愛いけどかっこいいって言われる VTuber さんってめちゃくちゃいるじゃないですか。そういう感じのキャラを描きたかったので、ちょっとかわいいけどかっこいい VTuber さんみたいなのを調べたら、こんな感じだよって出て、こういう雰囲気に描いていけばいいんだって、その資料をちょっと見本として見せつつ描いてって、もちろんあれですよ、模写とかはしてませんよ、見本として描いてって、で色はこういう風の感じだとかわいくかっこよくなれるんだとかのを描いてってます。まあ結局あれなんですよね、私自身が資料を見て書かないとそそうまく書けないから、でも見ないでたまに書けますけど、やっぱねうまくいかない日のがほとんど、やっぱねまだ素人なんだなってところはそこら辺でありますけど、まあまあまあ、でもねちょっとずつは成長してるんじゃないかなって思ってはいますよ。でしょ。昔の絵に比べて芝居はもう本当終わりですけれど昔の絵はね、リストイラストの方にねあるんで、もし気になるって方は見てみてください。もうちょっとだったっていうのは、点が足りなかったとかそういうことかな。私ね、その大学形式ってのを行ったことがないから、どういう風にテストっていうのかな、そういうのが行われるのかが全然わかんなくて、だからその受からなかったっていうのはテストのっていうのか、はたまたそのなんだろう、あれなのかな、なんか、まあ、大学によってそれぞれ違うじゃない。そのテストなくても入れちゃう場所もあれば、なんか厳しいのをやらないとできないっていうのもあるじゃないですか。私そこら辺全然わかんないから、よいしょ。あ、なるほど、そういうテストか。はい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 。こう、そういう、なんだ、イラスト形式のところに通うためのテストがあったと。あ、そうなんだね。きっと書けへんかった人は難しいよね。特にリアルな人なんて自分書けないですよ。リアルの人書こうなんて思ったことないし。リアルな人書いてって言われたら書けないな、きっと無理だろうな。僕でしょうね、僕って言っちゃいません。ちょくちょく言ってますけど、元僕っ子なのでね、ちょっと小学校の時いじられてやめてしまいましたけど、ママちゃん、じゅんちゃん、ママちゃん、じゅんちゃん、
プラスライブ見た。見てない。ボケてる。ママちゃよいしょ。こんな感じで、ピアスの色も口の中も塗り忘れないようにしようか。ね、こうやってしよっかって自分で言わないとね、覚えてられないんだ。で、色塗りの方に行って、口の周りを塗るには下の方に行った方が良かったりするかな。ここか、ここで色塗りしよう。スライブはね、見てないよ、今っち。ちなみにね、こうやってさ、朝起きてやるのは多分今日だけだと思う。自分が朝早く起きて、今多分配信するってことがまずないし、ね、早くは早くもないか。会社ってもっと早く起きるから、7時半とか。8時に起きたのは久々だよね。私も見てない、見てないんかい。見てないんかい。そっか、ちょっと。これも十分可愛いんだけど、この時に、ね、白い歯がちょっと上に出てくるだけで可愛さがアップする。ほら可愛い、やばい、可愛すぎる。よし、あ、やば、可愛い、はあ、やばい。そして思った、手に爪がないぞ。よいしょ、手に爪がないとね、ダメなんだ。声ちょっと治ってきたんじゃないかな。ちょっとずつ地声が返ってくる。よし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 。今は爪をかけ忘れたので、爪のところを描いております。やっぱ爪あり、いいね。かわいい。なんか中指長い人みたいになってるな。ちょっと直そう。やばいやばい。気持ち悪い指みたいになってる。どうしよう、爪なしで今回行こうかな。いつも爪ありなんだよね。途中で追加するとさ、変な風に見えちゃうから、私はあんまし追加をしないんだ。あくびが止まらない。ああ、そうだ、当たったらいいや。こうやってさ、いいか。ちょっと雑いけど。オッケー。そしたらピアスを塗っていこうかな。ピアスの色塗りが一番上でいいか。で、ピアスの色はもちろん白にしたいんだけど、ここが白だと色がいいかなと思う。水色と白が失礼しました。じゃあ水色と、いや水色でいくか。水色を塗ってって、今回水色と白をちょっと一緒にしていこうかな。こんな感じで塗り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 と。そしてこれ肌色全然塗れてないじゃないかってちょっとめちゃくちゃ思ったね。近くにしないと気づけないんだよね。手直し。なんだろう、マジでかっこよく描けた。かわいいしね、自分のタイプに描いてしまう。どうしてもちょっと声治ってきたかもね。治ってきた、ちょっとずつ。やった、いつも通りのテンション出せるかもしれない。いつでも出せたところで今日からハイテンションできるわけじゃないですか。
こんな感じ。めっちゃ可愛いじゃん。めっちゃ可愛い。よかった。可愛くかけて。可愛いし、かっこいい雰囲気を出したかった。やっぱね、一応男性だから、男性らしさをね、私はね、入れときたいんよね。よくわかんないし。なんか入れときたくない？男性らしさはさ、ちゃんと。キャラによっては完璧女性っぽいキャラでやってる方はいるけどさ。そっちもそっちでインパクトがあっていいよねって思う。そしたらハイライト、ハイライトで、中にして、光を与える。光を送るのだ。よし、いいんじゃない？こんな感じ。これ本当さ、服のところに水色かかってるように見えないよね、こう見ると。本当すごいわ。よいしょ。そしたら、これで髪の毛はね、髪の毛の上を塗っていくよ。これが一番大事なんだ。これをやってね、私は、また、目が重くなってる見える感じるをね、快感っていうの、まあ、ちょっと言い方おかしくなるけど覚えてるんだよ、こういうことをね。なるべく同じ色で塗ってあげる。臭いことなんでしてるんだって思う人もいるし、知ってる方もいると思うんだよね。アニメとかよくあるさ、人間、まあ、現実では絶対ないやつなんだけど、こう髪の毛の下が透けるやつあるじゃない。それをね、やるのよ、これで。この時に残しちゃうと変に見ちゃうとこがあるから、残さないようになるべく塗るでしょ。間違えた。よし。こうやって塗っていくとできるはず。ここハイライトのとこに当たるとすごく大変なんだろうね。してってなんかおかしいけど、OK、でここを、あ、間違えた、ここ、あれで、その水色になっちゃうの。そんなに水色好きなのかい。よいしょ。こうやってこれで OK。 これで透明度を下げる。透明度のね、下げ方は自由なんだよね。これぐらいかな。こんな感じ。なんか肌が寂しいんだよな。よし。ね、肌をちょっと塗ってこう、また。一番下から上にやって。これでね、やりすぎるとまたこれがダメなんだよね。
にちょっとポン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 ってパウダーみたいに塗るでしょ。そしたらちょっと薄くする。で周りをちょっともうちょっとぼやかそうかな。口の中があと可愛くないかな。もうちょっと口の中を可愛くしようかな。病気みたいになってる。どうやったら可愛くなるんだよ。肌がもともとピンクに近いからね。肌色ではなくピンクっていうね。なんで消えてる。これだと色がかぶっちゃうし、でこれでいいか。よいしょ。んで白い歯を出させて、オッケーオッケー、いいんじゃないかな。完成。配信で完成させたの初めて。いつも裏で完成させちゃうから。完成しました。こんな感じで、まあやっぱ一番いいポイントはこの服に水色がかかってることだよね。レイヤーポンポン。最初がこんな感じだったの。最初これが下書き。うちわざとねちっちゃく書くに書くところのスペースが減って、まあ細かく書くのをねやめられる方法なんだよね。下書きって一番最初そんな時間かけてはいけないとこだから、こんな感じに書いて、次まあこんな感じ、まあちょっと片耳開ける感じだったんだね最初はね。で次こうやってドアップしてこんな感じに書いて、線画がこれ、まあ、全然雰囲気変わるよね、こう見ると。で、まあ色を塗って、まあいろいろもろもろやって完成ってとこだね。ただね、まだ終わっていないんだよ。え、終わっ、完成って言ったじゃんってなったんだけど、なっちゃうと思うんだけど。完成は完成でもね、あともうちょっと加える。言ってもね、背景もそうなんだけど、まず、線の色を変えます。これをするとさ、ちょっと水色すぎるでしょ。これを鮮度を少し下げてあげたりして、ちょうどいいはどれだろうみたいな考えて、これぐらいで、これをなしにしてみると、あ、こういうこと。これでさ、めちゃくちゃふんわりになったと思わない？これだけ全然変わる。次が後ろの背景。これ分かりやすいにグレーにしてたんだけど、これはまあこのまま利用しちゃいましょう。色変えて、白だからな、
青にしてちょっと薄くするか。こんな感じにしよう。でこのままだと寂しいからちょっと待ってね。どんな感じにしようかな。キラキラとかなんか置こうか。羽とかどう？羽ちゃん。羽とか。寂しいんだよね。ちょっと待ってね。これはね、まあいっか、これで雑になった。ついに大きい羽、ちっちゃい羽、羽が重ならないようにしたいね。次この羽はで、わざと小さい羽を作って、あ、ちっちゃすぎ。それは大変。いいでしょ。もで、上にレイヤー作って、こんな感じでランダム。なんか違うんだよな。なんていうか、これじゃダメなんだよ。これでいくか。シンプル。よし、完成。どうぞ。 OK、 完成した。よいしょ、完成しました。いいんじゃない。やった。あ、完成した。ほんじゃ完成した昭和にしようかな。40分やったんだね。朝
雑談はそんな長くやるつもりはなかったし、イラストも完成したし、終わりにしたいと思います。声ちょっと治ったね最終量全然いいや。よかったら高評価チャンネル登録などお願いします。それではおつりんです。最後までありがとうございました。